うん、ピント合ってるね。いいね。指は映ってないね。オッケー。若干映ってる。あ、まあいいか、ちょっとぐらい。いいかな。ちょっとも映らないのはちょっと難しいかな。で今日ね、線香花火結構何本か持ってきたんで、まあ一番最初にねめっちゃやってたんですけど、うまくいったやつもあってね、良かったやつもあったんですけど、今ピント合ってめちゃくちゃいいんで、さっきめっちゃピントずれてて最悪だったんで、いやーっすね。まあでもまあ乗って見てる途中見えてないってことは、うん、まあギリセーフかな。自転車置き場に手出くわした人に、あ、みたいな、マジでなんで破れたんだよって今すっきり思ってます。で次にね、この線香花火でかいじゃないですか、2つにしたらどんだけでかいんだろうって今思って、ちょっとやってみますね。ガが飛んできた。で、ちょっと値段が高いやつはこうずらしても全然落ちないんですよ。もうやっと花火できた。ピントあったんだけど、やっぱ動画撮り直すといいですね。良くなりますね。じゃあちょっと編集が大変になるかもしれないですけど、ちょっとねこれはしょうがないです。いい感じですね。
え、今落ちたことない？じゃあちょっとね、一番最初にやってた普通の線香花火、まだこの動画じゃやってないんで、やりますか。で、これが、これがそうじゃないか。そうか。あ、じゃあゴミだ。ゴミは持ち帰りましょう。花火やったら、花火とかね、何でもだけど、後始末はね、しっかりね。じゃあ次は普通の線香花火ですね。映ってないけど、画像貼っときます。これはすぐ落ちやすいんですよね、意外と。あー、ピンボケ、やべ。で、これ肉眼で見ると綺麗なオレンジなんですけど、動画で見ると銀色に見えるんですよね。なんか、あ、なんかうまくいった、うまくいきましたね。横に寝かせた感じでやるとうまくいきます。で、今だいぶ花火の煙吸い込んじゃって喋るのがちょっと苦しくなってきたんですけどやりますか。やりましょう。せっかくね、この機会逃したらまたいつやれるかわかんないんで。はい、次。あれ、どこ行った？あ、暗いからわかんないんですよね。これ2つ、ちょっと待ってね、自転車来た。でですね、これ2つバネると玉がでかくなってより綺麗な線香花火になりますね。めんどくさいんで全部出しちゃいます。じゃあ、やりますか。2つ暴ねたやつです。で、これは安い方なんで、ちょっとね、2つになんない。あ、なった。結構でかいですよ。今回
かいぞ。この場合は縦に近いぐらい傾けてやった方がいいですね。じゃないと落ちます、絶対。球がでかいんでね、この2つ合わせてる分球がすごいでかいんで。こうやって一人でもできちゃうぐらい寂しくないですね。これ多分他の人にいたら、あいつ寂しくねみたいな話になるんですけど、全然ですね。全然もう、むしろ花火大会は一人行って、花火はまあ、一人でも二人でもって感じですね。でも量が多いと、さすがに一人でやってると恥ずかしいから、うん。ターヤンさん呼んだ方が、ターヤンさんとね、いつも通り二人で、やった方がね。損失花火やります。損失ね、周りこんな感じですね。コンクリが高いです。で、目の前に川と、ここでやりますか。で、この花火は去年の新作ですね。今年じゃありません。じゃあやりますね。一回動画切ります。はい、ですね、今レモンスカッシュっていう噴出花火やったんですけど、動画撮り忘れてますし、はい、これはまあ次回またやっていきたいと思います。ここ多分いつでも来れるんで。ね、線香花火もあるしね。取ってあるし。で、これは1本だけにしてみますね。長時間録音で撮ってみたいんで。はい、次、ナイアガラやっていきたいと思います。動画回ってるね。そっか、落ちた。うまくいかんかったな。
ガが飛んできたんだ。おい、ちょっと遠く、あ、こんぐらいいったか、こんぐらいが。三脚持ってるから三脚の意味がないっていうね。はい、だんだん終わりに近づいてきました。ということで、ちょっとね、今花火の筒は少し見つかったんで、これを持ち帰って、で、花火終わったら、ですね、必ず水で、筒の中に 水入れて、鎮火しましょう。あとでね、ゴミ置き場で、火事になるといけないんで、はい。なんでね、絶対鎮火しましょうね。水流しましょう。じゃあ、行きますよ。打ち上げ花火。撮るね。めっちゃ綺麗っすね。これは取れた。まあこれぐらい取れれば、今ちょっとアップすぎたけど、まあいい方ですね。じゃあ今日はね、花火ご視聴ありがとうございました。まだ本当は線香花火ちょびっとあるんですけど、あんまりやりすぎるとね、まあ時間が遅いんで。あんまやりすぎると。ではね、今日本当皆さん
ご視聴ありがとうございました。で、これから、まあ、ちゃんと水流して、後処理して、まあ、ゴミ捨てに行って、ちゃんと、ね、家に帰りたいと思います。で、ほんと、最後までご視聴ありがとうございました。めっちゃ最高でした。はい。こうやってね、皆さんが、僕の動画見てくれるので、これからもね、花火やろうと思いますね。好きだからっていうのと、やっぱ皆さんに見せたいっていうのと、皆さんに見せたいと思って動画を上げて、視聴をね、めちゃめちゃしてくれるんで、これからもどういう風に花火をやろうかなとか、考えれますね。ではもうそろそろ帰ろうと思うんで、ここで動画を切ります。ご視聴ありがとうございました。ちょっと動画を、でも今喋ってる時には動画上がってるんだ。じゃあ、ダメだ。じゃあ切ります。また次回。